演舞開演。どうも、本日はこちら、ちょっとこっちじゃないな、こちらのビファーストというお茶を飲んでみたいと思います。ハーブティーなんですね。というわけで中身は、はい、もちろんティーパックです。まあもちろんっていうのもちょっと変かもしれませんけどね。で、ここにいろんな説明が書いてありますね。ビファースト、最初？最初、ビの始まりということなのでしょうか。ファースト、それとも断食に使うようなもの。あ、ファスティングのファストか。ファーストじゃなくてファスト、ファスティングですか、ね、これ。断食の時に飲んでくださいということなんでしょうか。で、いろいろ美味しい飲み方が書いてあるんですが、まあお湯がないと始まりませんので、少しお待ちください。入れ終わりました。うわー、またお約束やるのかな。まあとりあえず飲んでみたいと思います。これは一体何の味なのでしょう。やっぱり熱くてやっちゃいましたけど、これまでよりは控えめでしたね。やっぱり入れ方がちょっと違ったからかな。これは沸騰したお湯に入れるのではなくて、沸騰させたお湯を入れて火を止めるので、少しそれでうまく下がっ温度が下がったのかもしれません。あんなリアクション取らずにしますと。まあ入れ方の解説はこの辺にしておいて、味なんですが、なんだかよくわからないフルーツっぽい味はするのですが、何のフルーツなのかよくわからないような、そんな味がしました。まあまずくはなく、さっぱりといただくことができましたので、こちらのテイストさせていただきます。これで体が方向に向かっていくなら嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるともっと嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。